まあ、結構もうすぐだなみたいなのを思わされる時もなくはないですね。こんなに深く勉強しなきゃいけないの。もちろん合格点とか見ると絶望しますけど。医学生のための YouTube 塾。こんにちは、月です。お願いいたします。中橋さん、久しぶりです。あ、お久しぶり、よろしくお願いします。今日実はですね、医師国家試験の当日で、中橋さんこの2年後に迫ってきてるんだわけですよ。2年後の今日、医師国家試験受けるはずです、うん、今まであんま意識してなかったかもしれないですけど、パッと今言われてみてざっくり聞きます。何を思います？僕としてはまだ CBT 終わって実習になれるのに結構精一杯みたいな感じがよくて、まだあんまり再来年国家試験だっていう感じでは捉えられてないというか、まだ準備ができてない状態だと思うけど、その実習中の控室とかにいると、一個一個の先輩たちが QB とか取り出して勉強したりしてるのを見ると、まあ、結構もうすぐだなみたいなのを思わされる時もなくはないですね。高橋さんはその QB ないしはまあ国家試験の問題で何か解いたことありますか今まで？一応ね、あのモントレとかはやったんですけど、ちょっと QB は実はまだ買ってなくて、まだやってないですね。 QB とかやってないですって言われちゃった。すいません。モントレだとまあ無料で登録すればできるやつですよね、うん、なんとなく解いてみた感じだと多分 CBT とは全然違うなっていうのってなんとなく感じたりします。 CBT だと検査何するのっていうと大体超音波とかで読んだけば大体正解だったんですよ。でも、うん、国家試験になると、まあ、当然超音波も選択肢であるんですけど、それが正解になるわけじゃないっていうのは当たり前のようにあるみたいな、うん、多分 CBT と国家試験のギャップに最初やられるというか、脊髄反射で飛びついたものが大体間違いになって、うん、こんなに深く勉強しなきゃいけないのっていう感じかなと思ったりしてます。問題を解くみたいな意味だとそれしかやってないんですけど、回ってる診療科ごとのメリフォの動画とか、最近新しくシナックスっていう動画があるんですけど、ちょっとそういうのを軽く見たりはして、なんかそれで問題を解いてるみたいな感じではあって、基本的に解説付きで問題を解いてるので、大学入試みたいな感じで今まで対策してたものとは全然違う大学の勉強してるのねみたいな感じに近くて、レベルが変わったなとかっていうよりは対策とか全然違う試験を今から受けさせられるんだなみたいな。その意見初ですね。中橋さんだからこそ感じるかもしれないですね。今の業界的な、成績優秀な方たちも、ここまで覚えるのみたいな感じのことを言ってて、阿鼻叫喚みたいな感じが多かったんですけど、違う大学の過去問をやらされてる感じっていうのも、確かにそうかもしれないですね。もちろん合格点とか見ると絶望しますけど、全然違うものだなっていう感じで、じゃあ今までとは変えなきゃいけないんだなっていう感じが大きいですね、単純に。教材の話できたんですけど、メリフォーを使ってたり、モントレだったり、シナクスだったりっていう名前が出てきて、うん、どれをメインに使ってらっしゃるんですか？メインとしては、まあ、一応メリフォーっていうことにはなると思います。でただ基本的にちょっと僕仕事もしているっていうこともあって、どうしてもあんまり時間が取れないことが多いので、とりあえず全体感を把握したいみたいな時っていうのは結構シナクスとかを見てざっと理解して、で時間があるタイミングでメリフォーで勉強するっていう感じを取らせていただいていることが多いかなと思いますね。最近ですよね、シナクスって出たの。去年からだったと思うんですけど、去年の秋ぐらいだと。ご存知ない方も多いんですよ、うん、医学生の中でも、うん、シナクスって他と比べて使いやすさがどうですか？率直にお伝えをすると、めちゃくちゃ分かりやすいとかっていうわけではないんですよ、正直なと。大学受験とかでそこそこ解ける人がどういう視点で問題を見てるのかとかっていうのは比較的分かりやすいというか、知識をガンとつけてやっていこうとかじゃなくて、見えてる人はこういう知識を使ってその問題を解いたり勉強したりしてるんだなっていうのは分かるというか、例えばそういう動画をざーっと見てったりすると、実習先の先生とかがこういうことが大事で言ってるんだなっていうことが結構共通してたりとか、で先生の情報からこういうところを抽出していけばいいんだなっていう、実習の心持ちとかっていう意味だとちょっと入れるようにはなるかなっていうのは個人的にはあります。あとはその知識を全部つけようとするっていうのは結構やっぱ難しいところだとは思うんですけど、メリフォーとかキワシとかでも多くの知識をつけようっていうのは目標になってしまうと思うんですけど、大学受験時代から僕あんまりそういうの得意じゃなタイプじゃないので、とりあえず要点をつかんでそれに対して問題を解きながら細かい知識を身につけていくっていう方が得意なタイプなので、結構向いてはいるのかなと。めちゃめちゃちゃんと勉強したい人には向かない理由ではっきり言うと、極論言えば、まあ問題なんて解ければいいよねみたいな感じに近いかもしれないですね。これは絶対重要な知識だから、これぐらい身につけて試験に移ろうねが多分コンセプトに近い。シナクさんはなんかどっちかっていうと、いやもうこうやって問題って解くもんだから、とりあえずここだけ見ていこうよみたいな感じに近いかもしれない。中橋さんがシナクスさんを使おうと思った理由、うん、気になるんですけど、うん、なんでですか、うん、どこで知って、なんで
買ってみようって思ったのか。大学で説明会ってあるじゃないですか、いろんな教材とか、はい、知ったの自体は多分そこでだったと思います。そうなんですね、2週間くらいか無料で使わせてもらったんですよ。動画の時間だったりとか教材のまとまり具合だったりとかっていうのを見て、多分多くの人には正直合わないと思うんですけど、みんなって基本的に知識がある状態で勉強に臨みたい人がほとんどだと思うんですよ。でも自分のスタイルとしてはどういうふうに解くかとりあえず教えてもらってから、それに知識を肉付けしていく方が僕自身は得意なタイプですよね。シナクスさんは意外と CBT ちゃんとできてないと無理だよねみたいな感じの知識を結構ぶち込んでくるんですよ。パラッと言ったけど分かってないやついっぱいいるぞみたいな感じのところがめちゃくちゃ多いんですけど、まあ、とはいえ何を見て何をそのやればいいのかっていうことはその動画を見ればとりあえず分かるようにはなってて、でそれにプラスで後から僕の前メリフォーで後追いで知識をざーっともうメリフォー 2.5 倍速ぐらいでバーって聞いて、まあ、こういうことねっていうのを理解してっていうのが自分にとってスタイルとして合うなっていう実感がその2週間の中であったので、でまあぶっちゃけその教材の中ではそんなにめちゃめちゃ高い方ではなかったので、まあ、買ってもいいかなっていうところの判断でしたね。医学生とか医学部受験しようとしている方とかも、まあ、こういうサイトあるんだよっていうのを知ってもらうきっかけにもなったし、1年後2年後3年後の今日国家試験ですっていう人もいるかもしれないので、いろいろ参考にしてみてくださいということで、中橋さんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。